金メダルグッと見せていただいていいですか。はい、ありがとうございます。わー重い重いです重い本当に未だになんか本当にオリンピックで金メダル取ったのかなっていうなんかまだ不思議な感覚ではあります。飾ったりとかはしてなくて、うん、もうちゃんと直してます。あの傷とかつかないように、うん、大事に取ってるんですね。大事にもう、はい、取ってます。こうチラって見たりとかってあるんですか、最近の生活の中で。はい、見てますチラって見て、うん、取ったかなっていう、うん、思ってますいやーよかった、本当におめでとうございます。この優しい笑顔に癒されますよね、うん。そんな久留米が生んだ金メダリスト曽根明選手、いまだ福岡に帰れていないということで、私たちが代わりに曽根選手の故郷に行ってきました。リモート帰省です。ここは西鉄久留米駅ですかね。そう、こちらの映像、リモート取材の3時間前に撮影をした西鉄久留米駅そしてよく見るとほら垂れ幕いや嬉しいですね。嬉しいです。地元ですもんね。さらにここは南紫高校ですね。そしてほらすごいありがとうございます。続いては久留米市高良大社、ここでの思い出とは。もう懐かしい感じがしますね。あのその階段であの階段ダッシュしてたんですよね、もうすっごいきつい思い出しかないなんで頑張って登った後の景色は最高ですね。いや頑張った後の景色は最高、もう金メダリストが言うとすごいですよね。説得力ありますよね。来る日も来る日もきついトレーニングをして勝ち取った栄光、そんな曽根選手を支え続けたある場所があるんです曽根選手のテンション爆上がり、うん、そんな場所とは。これ生中継です。現在の人力屋国武店の様子です。曽根選手が小中高と12年間通い続けたうどん屋さん、通いました、ね、わざわざ行ってくださってうわすごい、覚えてますか。もうなんか小さい頃それこそ道場の練習終わって夜遅かったりしたら、うん、言ってましたよく。そしてこの、うん、このメニュー練習後に曽根さんが食べていたのはこちらの3品、冷やし山かけうどん、とんかつ、そしてなんとお稲荷さん、週3で食べていたそうです。もう一回この同じメニューです。私すごいお腹空いてるんでそっか練習終わりですもんね。そうです。今この3つの中じゃどれ一番食べたいですか。冷やし山かけうどん。金メダリストの体を作ったこのメニューということで、この方に食レポをお願いしました。曽根さんの代わりに店長に食べてもらいます。そういうパターンなんですねどうしてもリモートなんで、いかがですか、こう覚えてます、この麺の感じと。食べたいです。店長すごい早いですね、スピードがすごい。うちのうどんがのどごしが最高です。コロナが落ち着いたらまた食べに行ってくださいね。次の目標は何でしょうか。まあ、また次のやっぱ最大の目標はまたパリオリンピックで、金メダルを取ることです。まあ、そのために目の前の大会一つ一つを大事に戦っていきたいと思ってます。ありがとうございます。ちょっとは帰省した気分になれましたかねちょっと食べたくなったなって、はい